こんにちは。福井の給食系 YouTuber ひでチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなどいただいていつも本当に励みになります。今日もね、オートアドバイザースタッフさんところにやってきました。見てください、これトヨペットのコロナですよ。1500デラックスってやつらしいです。いやー、めちゃめちゃね、状態がいいんですよ。これね、びっくりするのは異常なぐらいドアの立て付けがいいんですよ。後でね、その音もしっかりお届けするんで、ぜひ聞いてみてください。それではね、トヨペットね、コロナ1500デラックス一緒に見ていきましょう。はい、ということで、めちゃめちゃ綺麗な車両で、もうね、クロームの部分がね、ビカーッと光ってるんですよね。こんな感じで素晴らしいというふうに思います。でここにはね、コロナじゃなくてトヨペットってね、エンブレムついてます。これがコロナのマーク C ですよね。キラッと光ってます。でもバンパーとかもね、めちゃめちゃ綺麗に光ってるんですよね。とても状態がいいので楽しみな一台です。見ていきましょう。はい、ね、この後の年式からだとね、もうちょっとこの辺についてるイメージなんですけどね、結構前の方にね、このフェンダーミラーがついています。そしてね、ここのメッキモール、これがね、ずっと後ろの方まで伸びてるんですよ。こちらにはコロナがあります。で、このね、ホイールキャップ、これも純正なんですかね。これ探してもないですね。ね、こんなのはね、すごい。これも、もしね、買ってもね、つけては走れないな。イベント会場に行って取り付けて外して帰るみたいな、ね、走ってる中にね、飛んでいく可能性があるんで、その辺だけね、注意した方がいいかなというふうに思います。ね、そしてね、タイヤサイズは1558013あるんですね。こんなタイヤがまだ、ウインカーもね、こうやって四角な感じで、スクエアな感じで、この車両もね、こんな感じで、はい、すごいスクエアな車なんで、すごい合ってますね。さあ、それではね、横の方ざっと見ていきましょう。はい、ね、やっぱ車のね、サイズが割と小ぶりなサイズなんで、ドアもね、はい、短い感じで可愛い感じですよ。そしてここのメッキモール、こちらも後ろまで綺麗に伸びてます。でね、先ほど言っていた立て付けの話なんですけど、まあ後から開けるんでお楽しみにしててください。すっごい高級な音がします。さあ、そしてね、横の方を見てみましょう。こういう感じで、すごい車らしいね、形ですよね。もう箱って感じですね。ね、本当に箱車。っていう感じが、ね、めちゃめちゃかっこいいというふうに思います。シーピラなんかね、もうほとんど直角に近いぐらいこう立ってるんですね。ね、素晴らしい、かわいいです、ね、こういう感じになってます。もちろんね、リアのホイールキャップもバシッとついてるわけです。それではね、後ろの方に回っていきましょう。はい、後ろの方に回ってきました。いやー、お尻がすごいキュートですよね。ね、なんだろう、車の大きさよりね、この後ろのリアガーニッシュのところが一回りか二回りぐらいちっちゃくて、こうキュッとなっている感じがすっごい可愛いです。で、バンパーもね、はい、見てください、ギラギラに光ってます、ね、素晴らしい。さあ、真後ろからはどういう感じに見えるかっていうと、はい、こういう感じ。これやっぱね、このテールレンズのね、この配置、これはね、後のコロナにつながるものがある感じで、いや、こっから始まったんだなっていうのが分かるような一台になってます、ね、そして皆さん、こっち側サイドにちょっと行くんですけど、はい、あれ急行ないぞって思いませんか？
可愛いです、ね。まあ、箱スカだったらここにあるんですよね、はい、普通の車はこの辺とかにあったりするんですけれども、実はねこの車急行どこにあるのかというと、はい、私も知りませんでした。先ほど教えてもらったんですけれども、ここを開けるとこういう感じでね、急行が出てきます。まあ、結構ね、古い車には多いんですけど、ね、こんなところに急行があると、ね、はい。この方のコロナが来た時は、皆さん、ガソリンスタンド店員の皆さん、ここですよ、ね。こんなとことか、こんなとこ探してもないですからね。はい、ということで、これで一つ、ね。ガソリンスタンドの店員さんを救ったかなというふうに思います。それでは横の方を見ていきましょう、はい。後ろから見てもね、めちゃめちゃここの肩って言ったらいいのかな、ラインがすごいかっこいいですよね。モールがビューッと伸びてます。そしてここにはデラックスでね、アンテナがついてるんですね。ラジオのなんかビューって伸びそうなアンテナですよね、これ。素晴らしい、ね。なんかこの時代だとこの辺とかにピーンってただね、ピラーか、はい、はい、ついてそうな感じなんですけど、こんなところにしっかりね、結構ごつめ、僕の小指ぐらいはあるかな、ね、こんな感じ、ね。なんか何々歓迎とかいう旗もつけれそうな感じですね。さあこういう感じで見ていきました。すみません、室内の方も見せていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。さあ今開けるときもね、すごい静かに開きましたよね、はい、期待が持てます。で、はい、これはねこっちに回してくださいって、ね、親切設計、このねレギュレーターハンドルもすごい綺麗です、ね、こういう感じの内装になってますよ、ね。こんなところにもねちゃんとコロナのバッジがついてるんですね、素晴らしい、はい。そして気になるメーター周りはこういう感じ、ね、スクエアの中に丸があしらわれててすごいね面白い感じの室内です。もう本当にねこうやって見ると分かるんですけど、はい、クラシックカーですよね、素晴らしいというふうに思います、ね。シートはねすごい乗り心地良さそう、ふかふかのねゆったりしたソファーみたいな感じのシートが、ね、しかもベンチになっててね、隣にするといちいちできますよね、これで。さあそしてね室内といえばダッシュボードとかね、綺麗な状態保ってますね、はい、こんな感じになってます、はい。リアのシートもね結構ふかふかで座り心地良さそうですよ。で先ほどねセムさんに教えてもらったんですけど、ここにねウインカーのレバーないですよね、ほらないですよね。これウインカーどこで出すんだって言ったらここらしいです、こういう感じ。これで今右のウインカー、ね、戻す、はい、左のウインカー、ね、こんなもうハンドルなんてもう変えれませんよね、これで、ね、このハンドルを変えたいと思ったら、ね、ウインカーのレバーをどっかに増設しなきゃいけないっていう。いやでもこれはねもうすごいかなり可愛いデザインなんで、ね、これはこのままでいいかなと思います。いやありがとうございます、教えていただいて。でね、あのエンジンルームに行く前に一回ね閉めさせていただきます。いいですか皆さん、はい、すごいですね、現行の高級車に勝るとも劣らないこの音。いやービビビみたいなねビビリ音が全然ないです、素晴らしいというふうに思います。すいません今閉めたんですけど、はい、ちょっとエンジンを見せていただいてよろしいでしょうか。はい、これもね後ろから開くんですよね、こんな感じです、はい、ありがとうございます、ね、
4気筒のエンジンが乗ってますよ、ね、こういう感じです。でこのコーションプレートを見ていただきたいんですけど、時代を感じるタイヤペット、要はねちっちゃいつちっちゃいよっていう風になってます。すいません、エンジンかけていただいてよろしいでしょうか。おー、こんなに寒いのに一発しろ、ね、タペットノイズとかもねもうほとんどなくてすごい静かですよね。素晴らしいという風に思います。せっかくなんでね、はい、ボンネットが立ってる状態はこんな感じなんですよね。うん、かっこいい、素晴らしいな、ね、僕がね綺麗に映ってます、はい、こういう感じ、ね、なかなか見れないですよねこんなトヨペットコロナ、素晴らしいな。いやでも本当にエンジン静かですねこれね。いやーすごい、ありがとうございます。ああね、エンジンを切るとちゃんと切れるっていうね、カポッカポッカポッとかならないんですよね、久々にかけてるのに。すごいなというふうに思います。いやでも本当にいいものを見せていただきました、ありがとうございました。はい、ということでお送りいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメントや応援メッセージなんかいただけると本当に喜びますので、ぜひお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょう。この車はねお尻がかわいい。で急行はここ、バイバイ。はい、おやすみなさい。